来宝塔は、甲州市政国の聖古南岸にある仏塔である。975年に建てられ、6年をかけて完成した。伝説では、五越王の千広氏はじめにより、その長妃である孔子がこうえたことを祝うために、建てられたとされ、古くは、孔秘塔とも呼ばれた。来宝の名は、聖古南岸の石章山の最高峰である、来宝頂に由来する。 雷宝塔は1924年に倒壊したが、2002年に再建された。1910年の雷宝刀1920年代の雷宝塔岩潮時代には、雷宝塔はまだ比較的よく保存されていたらしく、陰帝光《雷宝石章詩の中で、千尺の布とは、コツとして空によると読んでいる。民の火星年間に和光が甲州に侵入したとき、 塔の中に民軍が隠れているのではないかと疑って放火したため木でできた部分が消失しレンガでできた刀身の実が残った。このことは数定年間に描かれた西湖の絵によって証明することができる。その後、雷宝刀のレンガが病気を治して体を丈夫にしたり安算に源があるという伝説により多くの人が塔のレンガを削り取ったり砕いたりして破片を持ち帰った。 さらに、物点を見つけて、金儲けをしようと塔の中に入り込む矢からも現れた。1924年9月25日午後、掘り尽くされてほとんど空になった塔の基礎はその重みに耐えられず、突然倒壊した。雷宝塔円形雷宝塔は、本来八角形で五層からなるレンが時で作られた、楼閣式の塔であり、ひさしや廊下、欄干は木造であった。 塔の内側の八面には、ゴン行の石刻があり、塔の下には、金剛羅ン十六村があったが、後に、神図寺に移された。塔の基礎の下に、地下愚があるかどうかは、長年の議論の的であったが、後にレーダーなどを使った探査により地下愚の存在が、確認され、2001年3月11日に、発掘された。地下愚はキログラムの石で覆われており、その中央には、 鉄製のシャリ箱が、その横には、小さな銅製の仏像と紙面の銅鏡、および大量の銅線があった。シャリ箱の中には、都金した銀製の塔、方形の銅鏡一面、その上に都金した銀製の箱、革の帯、小さな青いガラス瓶があった。再建後の来訪島1999年10月、甲州市は、来訪島の再建を決定し、聖古重慶の一つである。 来訪石章を復元することにした。二千二年十月二十五日に新しい来訪塔が完成した。新しい来訪塔は元の来訪塔と同じ場所に建てられた。新塔の塔座の部分は遺跡展示場を兼ねており、かつ多数の文献資料が訪問者に開放されている。来訪塔の名は、塔が西湖の南岸の石章山の来訪の上に立っているため、人々が 地名によって呼んだものであり、公秘党の名を知る人は少ない。来訪は、関昌山の中峰にあたる。北総の詩人である、林那聖、中峰氏に、中峰一慶文、番折城遊具も、関昌前村見、周到隠れ劇ということから、当時すでに名称であったことがわかる。来訪という名前自体については、淳助理岸氏によると、 かつて雷治むという人がここに岩を立てて住んでいたことによるという。激励、西川氏はによると山が取り巻いているようなので解放と言ったが、貝と雷の音が似ているので雷訪に誤ったという。両小王家は解の字を一体字で、と書いたために雷に誤ったのだという説を述べている。雷放等は聖五重慶の一つに挙げられ、また、 白蛇伝の伝説によれば、宋の時代に、鎮公金山寺の住職であった、郊海が、団家である、巨仙の妻の白城司が、蛇の化身であると見抜き、白城司を雷宝塔の元に封印して、巨仙から引き離した。雷宝塔が倒壊したのはちょうど新聞化運動の時代にあたり、中国は内遊外観に悩まされていた。は、の倒壊をテーマに二つの文章を書き、 それを通じて、未来の理想の文明社会の再建と革新に思いを馳せた。一方、女島と、湯平博は、歴史文化の面から、来宝刀の倒壊に対して、相席の情を示している。女、湯はそれぞれ死と文を作ってこの古刀の歴史を、強くした。ありがとうございます。